本ちゃん、綺麗顔。そして、ジャン君、かっちょいい。はい。今日も、自粛ですが、一日が始まります。おはようございます。はい。どうぞどうぞ。甘えてくださいよ。はい、どうぞ。かわいい。はいはいはい。はい、カメラにシュリシュリ。うんうん、ねえ、ポンちゃん。今日はあったかだよ、ポンちゃん。お天気もいいね。はい。はい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 。ポンちゃんが名前を呼ぶと最近、甘えた顔で泣きます。ポンちゃん。ジャン君、ポンちゃん、外は気持ちよさそうだね。ジャン君、はい、画像の方はジャン君を見えてないかな。もう少しやってみようかな。あ、いたいた。はい、生配信中に、ジャン君が少し遊んでくれました。皆さんは、貴重なシーンを見たということで、よかったですね。はい、それでは、続きへ行きましょうかね。あ、一つですね、まあ1ヶ月丸々、おこもり生活やったよという自慢だったんですけれども、先ほどのようにですね、サーファーの人とかちょっと遊びを、もう我慢しきれずに出ちゃっているということなので、僕が代わりに今日もちょっと自粛しようかな。まあ実を言うとですね、あまり人気のない、地域に住んでいますので、ここで家にいることっていうのはそんなに変わりはないんですけれども、やっぱり全体的にそういうふうに、みんなちょっとずつ我慢してやってんだよっていうのが、その遊びに出ちゃった人たちにね、また伝わって、あ、参ったしまったなと、次はちょっと我慢しとくかっていうふうになればなと。まあ、今何を試みているのかというと、8割、人に会うのは8割減らすってもうとんでもない数字なんですけれども、もしそれができたら一気に感染者の数を減らせるということですね。で、一気に感染者の数が減った場合には、今度は、感染者の経路がたどれるようになるんじゃないかということも、まあ、含まれていると思うんですよね。これもし経路を確定できるんであれば、はい、今日朝一番病院に連れて行って見てもらいました。診察の結果はワクチン接種によるアレルギー反応で、熱も 39.8 度、まあ、猫はちょっと高いっちゃ高いんですけれども、結構な数字ですね。アレルギーを抑える注射を打ってもらい、胃薬をもらいました。昨日、臨時休業になったおかげで1日早くワクチン接種してよかったです。連休だったらすぐに病院に連れて行けました。だからか、
すぐに病院に連れて行けましたということですね。うん、まあ不幸中の幸いというかね、やっぱり怖いんだね、アレルギーなんだ、うん、やっぱあのその前にね、最初にワクチンを打った時にも何かあったっていう話でしたよね。で2度目はなんとかそうでもなくて、で今回はまた、熱が出ちゃったということなんですね。はい、続くと書いてありますので、続きがまたお待ちします。ジャン君、もう誰か来たかな？気になったね。はい。ポンちゃん。そしてジャン君。もう一つですか？何がいいかな？オーデンのカエルくん。ダメ。あとはね、水色の鳥どこ行っちゃったかな？あ、いたいた。これちゃんくん、じゃあこれ、これはいいでしょ。遊ばない？今二人ともおとなしくここにこうやっていますが、実はあの先ですね、扉が開いています。お隣の部屋に行けるようになっているので、さっき二人とも結構走り回ったのね。でも大体向こうが把握できちゃったんだね。向こうは、あっちの部屋はですね、そんなに面白く今なくてですね、これからもっと片付けて、高低差を使えるような感じにしようと思っています。もう慣れちゃったので、ここでくつろいでいるというとこでしょうか。じゃあまた後でね。ジャン君、ポンちゃんを探してこようかな。ポンちゃんいる？あれ？はい。ポンちゃんいないね。よっ。あの奥にいるのかな？いや、いないね。ポンちゃん、行方不明事件です。はい、さあ、ポンちゃんはどこかな？
だけど隠れてたかな。もう一回ちょっと見てこようかな。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。こんなとこには入らないよね。はい。ジャン君は怒られるかもと思って来ないのね。おいでよ。いいよ、来て。あれ、行くんですか。はい。はいはい。ポンちゃんいなかったけど。はい。はいはい。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん、あれ、なんか外で鳴いてる。ポンちゃん、あれ、はい、ポンちゃん、あら、いた。なんだ、どこにいた、ポンちゃん。意外と後でどっかに映ってたりしてね。ポンちゃん、ん、向こうの部屋にいたんじゃないんですか。ずっと空いてるんですけど。ポンちゃん、でもさっきどっかで泣いたよね。ポンちゃん、はい。向こう行ってもいいよって言われてるんだよ。ただちょっとやっぱり荷物多いね。もう少し整理しないとね。はい、ジャン君。はいはい。はい。